あなたの脊柱管狭窄症は手術をした方がいいかもしれないです。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛に対するヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日からですね、脊柱管狭窄症についてお話をしていこうと思います。はい、でなぜこの話をしていくのかっていうと、脊柱管狭窄症に対してですね、手術をした方がいいって言われることもあれば、手術をしない方がいいよって言われてたりとかして、やっぱ患者さんご自身がですね、どっちを信じたらいいかわからないっていうのも多分あると思います。で、僕の答えは、もちろん手術をしないといけない人もいらっしゃいますし、手術をまだしなくてもいいんじゃないかな、他の方法で改善するんじゃないかなっていう人もいらっしゃるっていうのが答えです。なので今日はですね、これを見てるあなたが手術をした方がいいのか、あるいはせずにまだ何か対応する方法があるのかについてお話をしていければと思います。はい、で、まあ、ここにね、手術をした方がいい人と、まだしなくても方法はあるんじゃないかってところをちょっと簡単にピックアップしてるんですけども、まず手術をした方がいい人はですね、歩いてる時に足がしびれるとか、痛くなるっていうのがですね、常に一定ですね。常に一定。例えば 100m 歩いたら必ず症状が出てくる。100m 歩いたら症状が出てくる。だけども手術をしなくてもいい可能性がある方っていうのは、日によって歩けるですね、距離っていうのが変わってくる人です。なので今日は調子いいけど昨日は調子悪かったとか、日によって差があるケースっていうのは、手術をしないでいいパターンが多いですね。はい。なので、もしあなたがですね、天気が悪かろうが、晴れてようが、何であろうが、歩く距離が一定なのであれば、手術をしないといけない可能性が高いですし、日によってバラバラだよっていうケースっていうのは、結構血行不良ですね。血管の問題だったりとかするので、狭窄症からの症状じゃない可能性っていうのがあります。はい。これが一つ目ですね、の判断になってきます。で、二つ目ですね。両足ですね、とかに、しびれとか、痛みがあるかないかですね。手術をした方がいい方っていうのは、両方ともに症状が出てるケースが多いです。これはですね、ハワイの人体解剖の実習でもおっしゃってたんですけども、脊柱管自体が狭窄することって、結構少ないというか、狭窄してても症状がそれによって出るケースって少ないっていうふうにですね、お医者様がおっしゃってたわけなんですけども、その代わり椎間関節ですね、椎間孔っていうのが両足にあるんですが、こっちによって症状が出る人っていうのは、まあ、多くいらっしゃるってことでした。なので右側の、椎間孔が狭窄したことによって狭窄症が出てるケースに関しては、片側だけの症状ですね、片側のみの症状なので、まあ、何かしらで改善しやすいんですけど、もう両方やられてるケースっていうのは本当にですね、脊柱管自体が狭窄してしまって症状が出てるケースが多いですので、もし両方にあなたが症状があるのであれば、もしかしたら手術した方がいいかもしれないですね。はい。で、次、膀胱直腸障害があるかないかについてなんですけど、まあ、膀胱直腸障害っていうのは、便意だったりとか尿意がないのに勝手にそういうのがですね、漏れてきてしまうのがある方は、もう絶対手術をした方がいいです。はい、手術しないといけないですね。はい、逆にそういうのがない人は、まだしないでいい可能性っていうのがあります。はい。で、次4つ目、感覚異常なんですけど、触られて右と左で差がある人ですね。例えば、本当に手術をした方がいい方っていうのは、左は全然わかるんだけど、右触られててもあんまわかんないとか、冷えてるのか熱いのかもちょっとよくわかんないっていうケースが、もしあなたがあるのであれば、それを手術は適用になってきますね。はい。そういうのがない人はまだこっちの可能性があります。はい。で、5つ目が筋力低下なんですけど、これ筋力低下って言うと、あ、私は筋力ないわっていう方多いと思うんですけど、そういうことではなくて、左右でですね、明らかに差があるケースですね。差があるケースで、例えばですけど、なんか右足だけものすごく細くなってきましたとか、たまにいらっしゃるんですけど、そういう方っていうのはこっちの手術適用のケースだったりします。はい。なので、そういうのがない方はこっちの可能性っていうのが非常に高いかなっていうふうに思います。
はい、なので今日お伝えしたかったことは何かっていうとですね、歩行距離が一定、歩ける距離が一定だったりとか、症状が出た場合両方に症状が出ます。で、膀胱直腸障害があります。そして触られてるか触られてないかよく分かんない。で、右と左で明らかにね、こう筋力の差があったりとか、最近右足だけかなり細くなってきたとかっていう方は手術をした方がいい可能性があるという話でした。で、明日はじゃあ何をお話をするのかっていうと、手術をまだしなくてもいい可能性がある方についてお話をしていこうかなというふうに思いますので、まあ、興味がある方はですね、ぜひ、下にチャンネル登録だったりあると思いますので、登録していただいて、また明日見ていただければと思います。はい、今日はですね、余談なんですけど、朝から川沿いのですね、ブルージャムっていう、まあ、お店があって、そこでモーニングをできたので、ちょっとね、こうウキウキというかいい気分のまま仕事ができるなっていうふうに思ってます。はい、まあ、今日の内容良かったなと思ったらいいねボタンだったりとか、あとなんか聞きたいことがあればコメント欄に、お願いします。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。